マラソンフェスティバル名古屋、愛知は2012年より名古屋市で開催している陸上競技大会。主催はマラソンフェスティバル名古屋、愛知実行委員会。従来の名古屋国際女子マラソン、名古屋シティマラソンを統合する形で開始した。イベントは女性限定のフルマラソン大会である名古屋ウィメンズマラソンをメインイベントにハーフマラソンメートル層の 名古屋シティマラソン、マラソン関連のウェアや商品などの展示を行うマラソンエキスポ等のイベントで構成される。開催時期は従来の名古屋国際女子マラソンと同じ3月上旬に設定された。イベントは名古屋ドームを中心に展開される。名古屋ドームはすべてのマラソンのスタート地点となるほか、マラソンエキスポ等のイベント、ドーム周辺の周回コースで行われる。 ファミリージョギングなども行われる。初年度の2012年は、タレントの長谷川理恵安田美咲子道端、ジェシカの3人が、オフィシャルサポートランナーに起用された。2018年より、シルバースポンサーが、これまでのナイキジャパンから、ニューバランスジャパンに変更された。2021年より、ゴールドスポンサーが、前身の名古屋国際女子マラソンからスポンサーを務めていた。 日本メナード化粧品から日本特殊登業に変更される。開催日は、栄付近や名古屋環状線を中心に各地で交通規制が行われる。市バスや名鉄バスは途中折り返しや迂回運行が多数行われる。本大会のメインイベント。基本的には名古屋国際女子マラソンを受け継いだイベントとなるが、従来いわゆるエリートマラソンとして開催された。 大会方針を大きく転換し、女性限定ながら一般市民も含めた総計1万5000人参加の市民マラソンとして開催される。コースも従来の名古屋市水穂公園陸上競技場発着から名古屋ドーム発着に変更されるほか、市民マラソン化により競技時間が大幅に伸びることからスタート時間が朝9時10分に繰り上げられた。制限時間は7時間だが、 東北地方太平洋沖地震が発生した当日に、当たる3月11日に開催される年は、地震の起きた14時46分に参加者全員で、黙祷を行うため、その分の時間を加算して、7時間に1分となる。この対応は2012年と2018年に行われた。2020年は、前週の東京マラソン同様、新型肺炎の世界的流行で国内でも、 感染拡大が懸念されるため、主催者はエリートのみで開催されることが決定した。なお参加料は返金されず、また、関連行事のエキスポ等も中止された。なお従来の名古屋国際女子マラソン同様に、エリートの部については、五輪、世界陸上競技選手権大会、アジア競技大会に向けた女子マラソン、日本代表の選考会になるとともに、 本大会と大阪国際女子マラソンの2大会で2年をきに持ち回りで女子マラソンの日本選手権を兼ねて行われる。また感想者全員に笑顔が素敵なイケメンの男性をコンセプトに書類選考から選出された約50名から構成されるおもてなしタキシード隊からティファニー製のオリジナルデザインペンダントが手渡しで贈呈されるがティファニーによるこの種の感想賞の提供は サンフランシスコで開催されるナイキウィメンズマラソンに次いで世界で2レース目。主催者では世界最大の女子マラソンを歌い文句としており、2012年は最終的な参加者が13,114人となり、ギネス世界記録の参加者1万人以上という認定基準を上回ったことから正式に世界最大の女子マラソンと認定された。 2013年大会から国際陸上競技連盟からゴールドラベルレースが認定された。これは女子だけのマラソン大会としては史上初である。2020年からはワールドアスレティックスプラチナラベルロードレース。2021年はエリートプラチナラベルとして認定されている。ゼッケンの方は2012年大会は2000年の名古屋国際女子マラソン以降の メナード表記だったが、2013年大会では、マナード。2014年大会からは、マナードに変わった。絶景番号の下には、シルバースポンサーのスペースが取られており、2017年までは、ナイキの数種2018年からは、ニューバランスのロゴが併記されている。2014年大会から、新たに、車椅子マラソンの部である。 名古屋ウィメンズホイールチェアーマラソンも新設される。こちらはクォーターマラソンでゴールは水穂陸上競技場となる。2018年2019年の大会は2020年東京五輪のマラソン日本代表候補を決めるマラソングランドチャンピオンシップシリーズの対象レースに指定される。なお2019年大会以降は男子のビワコ毎日マラソンとのダブルヘッダーで 開催される。さらに2020年大会は、ビワ湖毎日が午前スタートに繰り上がるため、レースが完全重複される。名古屋国際女子マラソン時代から7大会連続で、オリンピック女子マラソン代表を輩出している。テレビ中継は、東海テレビが制作、富士テレビ系列で生中継されている。 系列局の内テレビ大分は2016年3月まで9.10時代が日本テレビ系列枠を放送している関係で2012年大会は深夜0時50分より録画放送されたが2013年大会からは正午より録画放送されている同年4月より10時代が富士テレビ系列枠に変更されたが2017年大会についても 東京マラソンの時とは異なり引き続き正午からの録画放送を継続する。2018年大会は富士テレビの東日本大震災関連特別番組放送のため当日深夜0時55分から3時45分まで放送された。また東海テレビでは第2部として市民ランナーのゴールの模様も 中京ローカルで放送されており、開催日が3月11日となる2012年2018年は、東日本大震災関連特別番組放送の関係で16時17時の放送だが、それ以外の年は通常番組の大地さんでの中継を挟んで13時25分から15時の枠で放送されている。ラジオ中継は東海ラジオで、東海ローカルにて中継される。 名古屋シティマラソンについては、従来と開催時期及びルートが変更になることを除けば、大会自体には大きな変更はない。ウィメンズマラソンと異なり男子も参加可能。制限時間は、ハーフマラソンの部は3時間、10km 走は1時間40分。なおルートは、名古屋ドームをスタートし、ハーフマラソンについては、名古屋市中心部の白川公園、10km 走に、 ついては、みずほ陸上競技場がそれぞれゴール地点となる。2014年より1 0キロメートル走が、クォーターマラソンとなり、距離が 10.5km に変更される。2014年より、シドニーマラソンとの姉妹提携により、ハーフマラソン、クーターマラソンの入賞者の中から、男性、女性1名ずつ派遣として、シドニーマラソンへ招待される。 初の派遣招待選手は男性がクォーターマラソン優勝の山内光平、女性がハーフマラソン2位の小田えり。主催共催主観共産企業、ありがとうございます。